で今回なんですけどね、まあ、先ほど藤川さんの方からもお話がありました通り、うん、アメリカンヴィンテージ2ということで、まあ、お二人も大好きなヴィンテージスタイル、50年代、60年代、70年代の、まあ、最もアイコニックなモデルを忠実に再現したということになりまして、はい、後ろにですね、ずらっと並んでおります、はい、演奏もしていただくという段取りにはなっております。いいですね。2人でさすがに演奏って今までしたことはないんですか？なんかあの機材を僕が持って行ってクッキーさんに見てもらうっていうことがあったんですけど、それでちょっと音出したりしましたけどね。なるほど。一緒にというのは、まあ、一緒にというか同時に音を鳴らすようなことはなかったかもということでございます、ね、これは54ですよね。54、うん、54です。 OK です。フェンダー T シャツを着てるみんなが、うん、間違いない。54年の、はい、プレッションベースの、 その、まあ、原型となった最初のこう形ですよね。ね、後によく見る、まあ、あの奥にあるコッペになりますけど、はい、だからもう今となってはスティングとかしか見ない、ね、確かにそうですね。もうね、で、はい、僕はこのタイプのものはこうあまり触る機会もないですし、うんうん、なんでちょっと今回選びましたけど、うんうん、これね、2日前に自分のラジオでも弾かせてもらって、もうすでに結構触らせてもらって、ありがとうございます。やっぱ本物はそれこそ54年とかの、もうね、やっぱまあ音は鳴るんですけど怖いんですよ。あ、そのもう怖いっていうのはやっぱ古いですし、わかります。ピックアップもむき出しなんですよ。確かにそうですよね。あ、なんでこうやっぱちょっとこう慎重になっちゃうというか、うん、プレイヤーとしてガーンと使うような印象ってあんまりなかったんですけど、やっぱこれは今の時代に出たからこそこうガシガシ使える感じがしますし、うんうん、あとは何でしょうね、もうやっぱこのアメビンの、まあ、アメビン2か今回、まあ、この当時の仕様を再現するみたいな意味でも、これもね、このフィンガーレストも今はネジ2本なんですよ普段。あ、はいはいはい、当時は1本なんで、あるんですよ。あ、なんじゃ、ほんとだ。これとか、まあ、この弦2本に対して1個のブリッジとか、まあ、この辺もね、やっぱちゃんと再現しつつ、こうやってちゃんといい音量で鳴るっていうのは、やっぱアッパレなんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。アッパレいただきました。弾きやすいですしね。弾きやすい。やっぱ違いますよね。いや、本当にいい音するな。いい音する。あのネックも太いけど、うん、握りづらくないです。ない。当時のやつはもう棍棒みたいなんで、もっとね、僕手ちっちゃいんで、確かに余計で弾きづらいんですけど、これはその辺はなんかやっぱ配慮されてるのかなとちょっと思いました。詳しくは分かんないけど。ハマさんは、まあ、ご自分のね、岡本というバンドだけではなくて、まあ、いろんな方の最近はバックでもライブレコーディング参加してると思うんですけど、こんなシーンには合うなとかっていうのはあります。なんかこう箱物のベースみたいなのってフェンダーってあんまりないので、うん、コロナドとかありますけど、はいはい、そういったちょっとこうなんていうんですかね、あったかい音とかを欲するときに、やっぱり僕も何使おうかなって迷うことはあるんで、そういうのにやっぱりこの一番僕と通してるんで、うんうんうん、向いてんじゃないかなとか、まあ、レコーディングで使ったときにどういう音がするのかちょっとまだ試してないですけど、はい、普通に試してみたいなと思います。これどういう音になるのか。なるほどね、うん、もうすでにこう好奇心駆り立てられる状況と、うん、いやすごくなんかこのスタイルから出る音とは思えない感じでしっかりしてるんで、うん、あの言い方ですけど当時もよりいいんじゃないか本当に言っちゃいましたね、はい、こんな感じします。これは使いやすいしということで、はい、うん、おっかなびっくり使う必要もないしということでございますけど、はい、じゃあクッキーさんの方も選んだがちょっとご説明。ジャズマスター、はい、ジャズマスターですね、はい、これあの18年ですか18年とか、ね、66、はい、66年のさすがのボケでございます。ありがとうございます。はい、はい、うん、ここあんまこう色を綺麗に入ってるギターも持ってなくて、はい、あ、そうそう、でジャズマスター持ってるんですよ、現行のやつなんですけど、うんうん、だからこれ色違いでおそろでいいなんて。あ、なるほどね。いつか僕はあのガールズバンドやりたくて。なんでですかどういうシチュエーションになるんですか本気に。ぴったりですね。可愛い赤色のギターなんてなんか
スカート入ったりして、赤色のギターの女の子っていう曲作りたいなすごく嬉しい、ドンピシャドンピシャです、ドンピです、ドンピーいただいてます、ドンピーふざけ始めちゃった、ふざけ始めていきましたジャズマスターは色違いでお持ちということでございますけども、どうですかこのアメリカンヴィンテージ2の方に関して言うと、その音色だったり、音色はそんな僕ねプロだわかんないんですけど、なんかこう細かくなんかこんなラインディングってことがあるんですよね、こんな色してたんや、あの新品のマージャンパイの箱みたいなこんな綺麗なんや、わかりますすごいそれ、僕のこれも年代的にバインディングなんですけど、やっぱこういうイメージですよね、そうですよね、そう焼けてる基盤だね、はい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 、ね、こんな綺麗よ、ああ、うん、それは確かに東メキイサダンの歯みたいなありがとうございます、メディアの皆さんが一斉にメモを取りました、今タイピングが進んでますタイピングが進みましたけど、そこが抜かれてたらびっくりしますこれはもうヴィンテージとかでしか見たことなかったんで、すごく綺麗なの、こんな綺麗だったよね、色いいですよね、確かにそうなんですよね、やっぱり、まあ、せっかく音が出せる状態ですので、何か演奏を何かちょっと、まあ、音出しというか、まあ、お二人でジャムるっていうのは難しいかもしれない、いやジャムなんか用意しないですよ、じゃあだから、まあ、せっかくなんで、じゃあ浜さんまず ベースの音を、はい、メディアの皆さんにちょっとかましていただけたら、そうかましていただけたら、まあ、この本当にピックアップ1個に対してすごくいいバランスになるんですよ、各弦が、これ結構すごいことで、でこの太さ、まあ、強くピッキングしてもこう潰れないですしね、確かに潰れないです ね、すごいちゃんと届きますね、バランスがいいですよ、まあ、年代的にこうバチバチやるような感じじゃないですけど、で、まあ、トーンとか絞ってもで抜けるってことはバンドの中で使っても、まあ、ベース音が埋もれずに抜けていく、まあ、あると思いますし、今回この企画でこのシリーズの中から1本持たせていただくって話だったんで、はいはい、もうちょっと僕本当にもうベース持ち飽きてるんでその何がいいかなって言ってバンドのメンバーに相談して全員がこれって、ああそうですか、これを弾いてこいって言われました、じゃあ岡本図公認みたいな、そうそうそう、持って帰ってこいって言われました、持って帰ってこい連れて帰ってください、お願いします、ふきさんせっかくなんでちょっと音を聞かせてください、はい、ちょっとじゃあ1曲弾いたらいいですか、あお願いします、お願いします、うわこれは嬉しい、まるまるもりもりみんな食べるよ、ツルツルテカテカ明日も晴れるかな、ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、さすがでございます、この曲のコード取ってる人初めて今あのパソコンで調べたらすぐ出てきます、あ出てくる意外と単純なコードでしたあそうなんです一瞬が浜さん乗るかなと思って、いやいや、コードわかんねえなワンコードじゃないんだなるほどねでも今後はなんかお二人でね、はい、一緒に演奏なんていう機会もあった、ジェニーハイもやってらっしゃいますし、そうなんですよね、バンドとして何かご一緒することあるかなと思ってますけど、楽しみに、ちょっと教えていただきたいですよ、ベースを、あいやそうか、ベースも弾かれますもんね、そうなるとでも間に休日課長がいて、どっちがどっちかわかんなくなるんで、その辺だけ配慮しないちゃんとね、ちゃんとぶってえの、ぶってえのとちっちゃいのです